2021年司法書士試験合格者の広川雄二と申します。今回は、私の体験を少しお話しできたらなと思います。ではまず私がなぜ司法書士という職を、目指したかということから少しお話しさせていただきます。私は今現在病院の方で相談員として勤務しているのですが、患者様であったり、ご家族様からですね、成年後見であったりとか民事信託であったりとか、そのようなことのご相談を受けるようなことが多くなってきまして、その関係で司法書士という職に興味を持つようになりました。またいずれは独立ということも考えていたので、司法書士の資格を取って、地域の皆様への法的なサービスを提供したいという思いも少し出てきてこの職を選ぶこととなりました。なぜその伊藤塾で学習をしようかと、その理由ですけども、ホームページの方で山村講師の答案構成力の講座を少し拝見させていただきまして、卓一の方はいろんなテキストを読んで何とかもしかしたらなるかもしれないなと思ってたんですけども、記述の方はやはりちょっと不安があったので、山村講師の動画を見て山村先生の講義を受けたいと思い、伊藤塾を選ばせていただきました。で、私はその入門講座、山村講師の入門講座と宇津木先生のアドバンスコースを選ばせていただいたんですが、入門講座のテキストは割とこの法律の初心者でも分かりやすい記述になっていて、また山村先生も丁寧に教えていただけたので、非常に理解がしやすかったです。またその講義の中で山村先生のちょっとした体験談だったりとか、メンタル面での保ち方、いくら分かりやすい講義であっても長期間にわたる勉強になりますので、少しこうメンタル的にダウンしたりということもあるんですけども、そういうタイミング、受講生の方がメンタル的に少しダウンしそうな時に、そのようなアドバイス、気持ちの保ち方のアドバイスをしていただけたので、勉強の方は継続することができたと思います。アドバンスコースの方で、宇津木先生の講義なんですが、宇津木先生はマークして、ここをマークしてください、ここを覚えてください、ということを非常に明確に教えていただけたので、勉強はとてもしやすかったと思います。またテキストの方も4冊で割とこう薄いので、繰り返し読み込むというのには最適な量だったと思います。で、私はですね、働きながらの兼業のいわゆる受験生だったんですけども、日中は仕事をして、仕事終わりから勉強をしていました。平日は約2時間程度、基本的には講義を聞いて、その講義の部分の過去問を、解くという方法をしていたんですが、どうしてもちょっとこう時間が取れない時は、雛形集を見て、雛形を覚えたりであったりとか、3300選を使って、ちょっと重要なところを確認したりという、ことをしていました。勉強する上で一番大切なことというのは、少ない時間であっても勉強を継続することかなと思います。一日でも少し休んでしまうと、私の性格上なんですけども、ちょっと怠け癖っていうのが出てしまって、勉強が継続できないという特性が自分自身あると思ってたので、少しでも勉強時間を確保できるするように心がけていました。勉強する上で私が心がけていったことというのは、多くの教材に手を出さないということが一番重要かなと私自身感じました。よくその講師の先生方が言われているんですが、一つのことに集中して、それを繰り返し行うというのは、もう確かにそれはもうとても理にかなったアドバイスだったかなと身をもって思います。繰り返すことで記憶も定着しますし、その知識を、たとえ本試験でよくわからないという問題が出た時でも、その知識の中から似たような知識を引っ張ってきてということができやすくなるので、繰り返して勉強するということは大切かなと思います。宇津木先生と山村先生から
言われたことでちょっと心に残っていることを少しお話しさせていただきたいと思います。山村先生はよくその1分1秒、試験、まあ、これ試験当日の話なんですけど もう最後の1秒まで粘り強く戦ってきてくださいとよく言われてました。今年の本試験、私その言葉に結構救われた部分があります。午後の試験なんですけども、まあ、結構その択一の方が自分の中では難しくて、記述にあまり時間がかけられなかったということがあります。で、記述の方もちょっと不動産登記の方が、なかなか理解がしにくい問題だったということもあって、商業登記の解く時間というのがちょっと予想以上に短くなってしまったというのがあります。で、まあ割とこの典型論点であったので、まあ、書くことは書いたんですけども、最後の見直しをしているときにもう残りもう30秒、20秒ぐらいやったと思うんですけども、添付書面がちょっと抜けているということに気づいてもう慌てて書きました。結果的にそれを書いたことが私の合格につながったんかなと思います。というのも、私合格基準点プラス 1.5 点だったんです。で、もしそれを書かなかったら合格できてたかどうか微妙なラインだったと思います。ですのでその最後の最後まで諦めずに戦うということは私は身をもって大切なことかなと感じました。あとは宇津木先生からは、勉強というのはもう仕事のようにルーティンワークとして捉えてくださいということを言われてました。まあ、淡々ともう前後もう過去も振り返らず先のことも考えずに今目の前の勉強に集中してくださいということも言われました。これは私が勉強を継続する上でとても大切な言葉になりました。仕事のように、まあ、確かに、まあ、勉強を仕事のようにルーティン化すればサボるようなことはないだろうなというのは思いますし、あとはその目の前のことに集中する、目の前のそのテキストであったり問題であったりに集中するということはやはりその人間というのはまあいろんな考えが出てくると思うんです。このままやっててちゃんと合格できるんだろうかであったりとか、まあそういう将来の不安であったりとか、まあ過去を振り返って前の日この問題できなかったな、はあどうしようとか、そういうなんか余計な合格に不必要な考えというのがよく出てくるかなと思うんですけども、宇津木先生が言われたようにもう目の前のことに集中する、で勉強を続けていれば合格は後からついてくるというのは、まあ、とってもこの私のメンタルを保つ上で大切なことだったかなと思います。そうですね、まあ、今この動画を見ていらっしゃる方っていうのは、まあ、これから司法書士を目指そうと思っておられたり、まあ、今勉強中の方がいらっしゃると思うんですけども、私の体験としては、まあ、勉強っていうのはやはりその最初はおそらく辛いと思います。ただ一つ理解ができれば割とこう楽しく、まあ、本当に楽しめるかどうかっていうのはわからないですけども辛さというのは消えます。私自身はそのいろんなことを学ぶことで、まあ、こんなことも学べるんだ、今まで知らなかったことが学べたという、まあ知識を得ることがある意味モチベーションになってきたかなと思います。ので、まあ、これ人それぞれ、まあ、いろんなモチベーションの保ち方っていうのはあると思うんですけども、私自身は、まあ、勉強を続けて、まあ、苦手なこと、まあ、苦手なことっていうのはとってもその逃げたくなるかなと思うんです。私もその勉強する中で、まあ具体的に言うと例えば不動産登記であったら寝定登記であったりとか非常になんか覚えるところが多くて嫌な部分だったんですけども、そういうのをまあ粘り強くやっていけば絶対にその理解っていうのはできますし、理解ができれば問題も解けるようになって、なんか知らないですけど楽しいという気持ちになったりしてきました。でもうそのまま合格まで一直線という感じだったかなと思いますので、何でしょう、辛いからやっぱりやめようっていうのはちょっともったいないかなと思います。まあ辛くてもちょっとでも理解できればそれが取っかかりとなってその継続
するモチベーションにつながっていくかなと思いますので、まあ辛いけどもやっぱり頑張ろうっていうふうに思っていただければいいのかなと思います。まあちょっと今私の体験でもうなんかこれ収録してるのが合格祝賀会の後なんですけども、はい、なんか変なモチベーションの、まあ、モチベーションじゃないな、変な気持ちのままちょっと収録してるんですが、まあ、今日の合格祝賀会でもいろんな人と、まあ、話せたりしまして、合格した後っていうのは、やっぱりこう、新しい世界っていうのが見えてきます。私自身、最終合格をして、やっぱり付き合う、まあ、いろんな人と関わることが多くなって、視野が広がって、やっぱり今後のことっていうのも明るい、まあ、ちょっと展望が見えてきたかなという感じなので、まあ、今は辛くても合格すれば別の、まあ、新たな視点が見えてきますので頑張っていただきたいなと思います。